ズキュンのキュン。おうちでも彩香でもないファミリーマート担当木内さやかです。間違えたら催眠かけちゃうぞ。おはよう。はい、私の運命
ブン赤い糸結ぼう。このサービスめったにしないんだからね。マシンガントークセブンイレブン担当店長の伊藤由里奈です。はい、笑顔は愛の処方箋、年中無休であなたを癒します。ローソン担当なーちゃんこと早間なつみです。なーちゃん、はい、おはもも、おつもも、もももも、さきももはあなたの視線の先、桃の果汁 100% デイリー恋しよう。デイリー山崎担当さきももこと桃美咲です。ももちゃん、はい、私の声を聞いとうか、愛知県出身、冬の香りとともにやってきました、サンクス担当中村とうかです。はい、私たちコンビニ推進アイドルかっこかりは、ライブ活動だけではなくコンビニも絡めて展開しているアイドルグループです。例えば全国のセブンイレブン、はい、ファミリーマート、はい、ローソン、はい、セイコーマート、はい、そしてデイリー山崎にて私たちのアーティストをランダムアーティスト写真を発売したり、全国のファミリーマートの店内放送で楽曲を流したりしてます。はい、ということでやってきました、五反田、イエーイ。配信の人も見てますか。今日は、ね、いっぱいカメラがあるんですけれども、ね、昨日のこの時間もね、そうだね、同じね、ここにいたのでね、なんかデジャブというか、なんか一日経ってないみたいそうだね、さっきまでいた気持ち、ね、月曜日みたいな気持ちだよね、うん、そう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 はい、なのでね、日曜日はね、昨日よりもっともっと盛り上がっていけたらと思いますけど、皆さん、まだまだ行けますか。はい、ありがとうございます。そしてですね、あの今日1曲目2曲目どっちもあの CD リリースさせていただいた曲で、うん、MV とかもある曲なんですけど、うん、この後の2曲もそういう曲が続いてくるので楽しんでいきましょう。やったー。それでは次の曲聴いてください。チョイスオフューチャー。
ほしいんだけど。ママライブの追加チケットもうしばらくお待ちください。多分来週頃かな、投資チケットの追加分が完売しちゃったので、ぜひ皆さんね、気になった方ママライブ、そして公式ツイッターとうとうぜひチェックしてみてください。それでは以上、私たちコンビニ推進アイドルカッコカリでした。ありがとうございました。